ツアー初優勝の感想を語る坂口、左、と鈴木写真を拡大ビーチバレーのマイナビジャパンツアー第2戦東京大開催。終日は5日、お台場海浜公園で行われ、新ビーチの妖精、坂口佳穂、22イコールマイナビ、がツアー初優勝を飾った。この日は会場に初代ビーチの妖精、浅尾美和さんも来場。先輩の前で女王に輝き、自分でもビーチの妖精と言えるように頑張っていきたい、と喜びを爆発させた。会場では浅尾さんから、頑張って、などと声をかけられテンションがマックスに。今日もエンジェルだなぁと思った。本当にエンジェルですよね。あんなに誠のエンジェルを前にすると申し訳ない、と謙遜するが、連続サービス。エースや力強いスパイクなどで劣勢を挽回する力強さを初代の前で披露。スポンサーの冠大会で結果を出し、マイナビの大会でしっかり優勝できたことが嬉しい、としっかりアピールも忘れなかった。試合を重ねるごとに2年ぶりにペアを組む鈴木優よしこ、30イコール湘南ベルマーレ、との連携も上がってきた。鈴木も、年下だけど、尊敬しています、と認め合う中。坂口は、どの試合でも2人の力を合わせて戦っていきたい。